洗濯したクリップを再リンクは聞き飽きた。こう思っていませんか？ダヴィンチリゾルブでメディアオフラインに悩まされている方に一解決法の提案です。今回はタイムラインはオフライン表示なのにメディアプールではオフラインじゃないという状況を扱います。とりあえず現状の確認をしましょう。左上のメディアプールにはタイムライン上のクリップと同じファイルがあります。メディアプール側では正しくファイルが認識されています。詳しく確認しましょう。タイムライン上の該当クリップを右クリックしてメディアプール内で検索をクリックします。すると別の瓶に入っている同名のファイルがハイライトされます。先ほどはスモーク5という瓶のファイルとタイムラインのクリップが紐づいていると考えていました。しかし実際には29という瓶のファイルとタイムラインのクリップが紐づいています。これが今回のメディアオフラインの原因です。解決策です。メディアプールでオフラインとなっているファイルを右クリックします。そしてソースフォルダを変更をクリックします。ここで正しい場所を指定します。変更をクリックします。するとタイムライン上でクリップが正しく表示されます。このようにクリップのソースフォルダの間違いが原因の場合があります。1クリップだけ別の瓶にあるのは困るという場合は正常になったファイルを瓶移動すれば OK です。この操作ではタイムラインに変化はありません。タイムライン上のクリップはソースファイルのパスに依存するので変化しません。ソースファイルパスはメタデータタブから見ることができます。よくネット上で紹介されている方法はクリップを再リンクですが、クリップを再リンクを使う場合、ユーザーが考えるファイルパスとダヴィンチが考えるファイルパスが一致しないため、いつまで経っても解決しません。この動画のようなトラブルは動画プロジェクトごとにフォルダを分けていて、一つの素材が複数のプロジェクトで使われる場合によく起こります。ですのでこの動画のようにメディアプール内で検索からソースフォルダを変更という手順を試してみてください。ご視聴ありがとうございました。